The boy。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今回 The boy の The boy のビーニーを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、では見ていきますね。いや、今回ステッカーセット買えなかったから店舗行ってないからステッカー気になんね。あー気になる。よいしょ、行くで行くで。俺は入ってほしいやつがあんねん。入って、あのおケツさんの入ってたらいいなと思ってんねん。見るで。怖い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 。あれあれ、ちょっと待ってよ。ちょっと見ようかな。もうステッカー2枚だ。いつも通りのステッカー2枚と、え、なんか入ってる。お、2枚入ってるけど、2枚、これか。これか。これか、おケツがよかった。ステッカーこれな。裏面にこんな感じ。こんな感じになってる。ドン、こんな感じね。はい。うん、ドゥッボーやな。ドゥッボーやな。これじゃ、もう一個もあったな。あの、T シャツあったな、これ。後ろはなしって感じやな。来た来た、ドゥボーイ来た。まあ、T シャツも入ってんねんけど、他何も入ってないな。他何も入ってない。うん、こちらの方、ビーニさんドゥボーイの見ていきたいと思うけど、あれ入ってほしかった。ポケットさん入ってほしかったけど、まあ、ドゥボーイやからいいかこれ。うん、では見ていきたいと思います。では見ていきますね。かわいいな。かわいい。かわいい、ここ。ここもかわいい、これ。これかわいい、ほら。かわいい。こうやろ。行くで。ドン。逆見てでかい。顔でかい。ほら見て、いや。ドン。ちっこい顔。うん。ほんで次。ドン。でかい顔。かわいい。これかわいい。ここ、なんかワッペンみたいにかわいい、これ。かわいい、これ。うん。で、ここに、タグ。シュプリームって書いてる。シュプリームって書いてる。中な。中が、まあまあ普通、なんもないな。なんもないな。ちょっとなんかこう、ほら。ちょっとこうなってんねんな、ほら。こうなってんねんな。おい、こっちこうやったな。で、タグの方を見ましたら、100% アクリルですね。アクリルやんな。アクリルやんな。そして、メイドイン、韓国製ですね。韓国製となっております。なっておりますね。はい。いやー、これな。俺、大概な。この、ビーニーって、この折ってる系しか俺な、被ったことないのよ。折ってるやつ、なんかあれやん、よく。ほと、俺、折ってるやつじゃないけど、今回、伸ばしてる系やんか。俺、似合うんかな、思ってな。それが、ドキドキする。だけど、ドゥボーイ、かわいい。めっちゃかわいい。うん。サイズですね。サイズの方が、こっから、ここまでで23になっております。約ですね。約23ですね。そして、こっから、ここまでで約23となっております。はい、メチです。はい、メチです。身長164センチの47キロです。どうかな、これ。どうかな、これ。ちょっとやっぱさ、サイズ感きつめやと思う。かなりきつめ。どうこれ。うん。これ、柄と近いかな。こっちもあるんやけど、これな、でかい方。どう？これ、すごいの、これ。これすごいな、これ。インパクトすごいな、これ。
可愛いしてんけどな。顔が2つみたいな感じ。顔2つあげるのこれ。いや、これより俺こっちかな。俺のな、好み、マシと好み的にこっちかもわからん。小手くらいがいいかな。顔があって。うん。で、いかんせんな。顔と違うな。結構ピューってなる。ピューってなるな。まあ、だるんだるんよりはいいと思うねんけどな。かぶってたらだんだん伸びるんかな、これ。これちょっと、頭のこの圧迫感がやっぱちょっとある程度気にした方がいいかもかな、これ。頭ちょっと大きめやったらちょっとしんどいかもかな、これ。しんどいかもかな。でもめっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな、これ。でも、この、俺、いつも折れ曲がってる方をな、大概買ってたんやけど、今回まっすぐ系買ったんだ。初めてかもかな。悪くないね。悪くないけど、締め付け半端ない、ほんま。で、可愛い、ほら。後ろから見ても、可愛いかな。どうかな、これ。可愛いわ、これ。俺、こっちの方がええかな、どうやろ、これ。なんかすごい、シャレてんなーと思った。シャレてんなーと思った、これ。顔入りもな、ええおっさんやねんけどな。ええおっさんやけど、これなんかテンション上がるわ。なんか童心に戻った感じ。そんな感じでテンション上がってる、めっちゃございましょ。な感じで、ドゥボーイ、見ていきましたね。これかけても可愛いな。可愛くない？可愛くないこれ。めっちゃ可愛いな、思った。グラさんかけても可愛いな、と思った。かわいいの、ほら、撮ったで。これかわいいわ。いかんせんかわいい。で、これ、2パターンあるやんか。ドンっていくやろ。で、さらに、これ、でかいバージョン。でかいバージョンだ。でかいバージョン。俺はどっちかな。俺、ちびさんのが好みかな、マシタ好み的に。こっちの方。これかわいい。でも、いかんせんな。ちょっときつめ。ちょっときつめやな、これ。だるだるよりはええねんけど。ちょっとそのサイズ的なことは、ちょっと注意した方がいいかもから。ちょっときつめやねんな。で、今回俺初かな。どうなんかわからんけど、このいつも折り曲がり系を買うことが多いねんけど、今回この、トンってやつやねんな。どう？俺別にな、嫌いじゃなかった。ちょっと買う前は心配やったやな。こういう系のビーニーはこれ、あんまこう被ったことないな思って緊張したけど、ええよな。ええよな。可愛いよな、これ。で、これな、思ったんやけど、例えばな、よいしょ。これできてると思った。これちょっと待ってや。よいしょ。ほい。はい、来た。こうやってな、これぬいぐるみに、俺の好きなサリーさんやけどな。可愛くないこれ。これもありじゃない。勝手になんかできるでこれ。ドッボイ。どう？俺の方が顔でかいな。俺なんか顔でかいな。これもな、これもありやわ。これも可愛くないほら。ドッボイなんだよ。勝手にドッボイなんだよ。こういう言い方もできるんやろなと思った。ほんま。サリーさんありがとう。まだかな。これは、ちょっと頑張って、何回かこう被っていったら、だんだんこれ馴染んでくるかなと思った。馴染むかなと思ったな。この大きさ問題に関しては。で、可愛くて、めちゃくちゃテンション爆上がりのメッチでございました。メッチなんでした。はい。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。可愛いで。メッチでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。